ちゃ、こんにちは。はい、さゆたかさん、オリンピック期間のブレイクももう終わり、はいはい、プロ野球がもう終わったな。終わりました。後半戦始まったな。始まりました。やった。セリーグはさ、はい、大体あの A クラスと B クラスが、うん、そうなんです、ちょっと離れちゃったから、はい、その A クラスの3チームに特化してちょっと話をしたいと思うけど、はい、巨人は、うん、まあ菅野がポイントだよね。そうですね。これは菅野がもう一番のポイントであるし、はい、で中継ぎもちょっと投手陣が手薄になってて、はい、で中川が今月中にね、はい、復帰をするという、うん、まあ野手は吉川が、はい、あの戻ってくるしね、戻ってきたしね、はい、うん、だからそういう意味では徐々にスタートしていくっていうか、うん、やっといくかなっていう感じはしてるんだよね。だから豊さんがその巨人心配してたのが、うん、それやっぱり投手、うん、中継ぎだったりとかの、うん、そこがすごく後半戦に向けて心配してるとおっしゃった中で、うん、中川投手が、まあ、今月末に、うん、まあ、どうやらこう実践、まあ、今月中だよね。中、うん、ただその万全の 100% の状態でいきなりポンではないってことですよね。ちょっとこう徐々に、いやーでも万全じゃないと登録しないと思う。お、じゃあもう、あ、もう投げれる、投げる、十分投げる、うん、ただ菅野は投げてみなきゃわからないっていうところがあるんだよね。だからイメージがあるから菅野も、はい、だってあれだけそのなんていうのバッターたちを牛耳ってきて、だけどピンチすら作らないというような、はい、そういう完璧なピッチングっていうのを菅野は想像するでしょ、はい、だけどそうではなくなってるからね。そうです、前半はね、はい、だからそういう姿になって戻ってきてるのかどうかっていうのは投げてみなきゃわからないよね。だからそこら辺がちょっと不安なところではあるけども、はい、まあ巨人は安定した戦い方はしてくると思うよね、うん、だって前半あれだけ怪我人が多く出て、はい、だけどそれがその怪我人が治ってきて、うん、そうなってくるとやっぱりエンジンはかかってくると思う。そうですよね、うん、吉川尚輝選手が野手として戻ってくることもその打線の厚みというかこう嬉しい。まあそりゃそうだね。ただ吉川が3番を打ってた時に骨折をしたんだけど、はい、そういう状態で戻ってこれてるかどうかだよね。あ、若い子ってさ、はい、一回怪我するとなんか忘れちゃうのかどうか知らないけど、はい、なくなっちゃうんだよね調子が。良かった時ののイメージが、イメージは、うん、だからそれがちゃんとあれば残ってればいいなというふうには思うけどね、はい、まあ、吉川のセンスからすると、うん、おそらくまあ大丈夫だというふうに思うけどね、はいはい、次阪神行きます。まあ本当だったら阪神から言わない。そうですね。なんか怒られるよお前。巨人おーいって阪神ファンは。でも巨人おじさんっていうのができてるので。まあまあ確かに。まあ阪神次行きます。でも阪神おじさんでもあるよ。そうですよね。最近はね。また言われるんだよ。なんて。回るからだよ。あ、そう。回るからですよ。阪神は回る。まあ稼がないとね。そうそうそう。いや阪神は7回が不安なんだよ。まあ、野手はね、うん、まあ、そこそこ揃ってるし、はい、まあ、佐藤もエキシビションですごく良かったしね、はい、で調子も崩してない、これからまたなんかさらなる活躍を見せてるんだけど、はい、やっぱ投手陣だよね、うん、まあ、豊富だって言われてる投手陣のがいるけども、はい、7回を誰が投げるかっていうのがちょっと心配なことと、はい、やっぱスアレスがちょっと離れてるんだよね、うん、リフレッシュ休暇、うん、だから数試合こう岩崎で行かなきゃいけないんだけど、岩崎でね、はい、どうなんかな。そりゃ相手チームはスアレスがいる方が嫌だよね、はい、でもそういう精神的な優位で他のチームは戦ってくるよ。いや今日スアレスいないんだろみたいな。そうですよね。あ、いやだからそこら辺がちょっと岩崎の厳しいところだよね、うん、まあ、ただ数日、まあ、数日間とか何ヶ月もっていうわけではないですよね。そう、数試合だと思うんだけど、うん、まあ、オリンピックでね、はい、あれだけ痺れる場面できっちりね抑え切ったっていうのはさ、はい、あれがなかったら金メダルはなかったなかもわからないしさ、うん、はい、だからそういう意味では自信もつけてると思うから、うん、まあ、大丈夫かなとは思うけどね、はい、うん、野手の方は言ったかさん、特に阪神の方はなんか例えば心配事とかって心配事はね、近本は徐々に上げていくタイプなんだよね、はい、その前半戦終わる頃はもうすごく良かったんだよ、はい、だからまた一からのスタートでしょ、はい、だからこの状態を維持できてるかどうかだよね。またこう徐々にスタートしていくのか、うん、
だからここら辺がこの期間の難しさというかさ、まあ、近本が万全であれば、まあ、それなりの点は取れるし、うんうん、まあ、投手陣はいいし、はい、でこの夏が、うん、ちょっと空いたでしょ、はい、本当は蛇行投手になるところが、うん、ピッチャーが休養十分で投げてくるからね、うんうん、だからまあそこら辺は阪神が有利だなっていうふうには思うけどね。おー、うん、そうなんですね、うん、で、まあ、影武者のように隠れているっていうか、はい、隠れてないか、これまたヤクルトファンに怒られる影武者じゃねえじゃないか強いんだと思って、強いんだよ、いい位置にいますよね。いや俺はだからヤクルトが万全でスタート切れるなという、はい、というのはオスナ・サンタナとかさ、はい、すごくエキシビションでも真面目に出てるしね、うん、やっぱチームの統率が取れてる、うん、あと坂口が出てきた、はい、で層も厚くなる、うん、まあ、そうなってくると侮れないんだよねヤクルトが。確かに。で怪我人という怪我人はそんあれいないですかヤクルトって。いやもうこの期間で、はい、まあ、故障箇所は直してきてるしですよね。あとオリンピックですごく活躍した選手たちがまたさらに戻ってきますよね。いやそのもちろん、まあ、各チーム戻ってくるそうなんですけど、まあ、マクガフは自信なくしてるかもなちょっと打たれちゃったけど逆にだけど、でも後ろの方も石山がその分前に来たりだとか、うん、はい、いろいろ層は厚くなってるんだよね、ピッチャーの、はい、だからそういう意味ではヤクルトは万全でスタート切れるなっていう。お、まあ、各チーム、まあ、菅野が頭で来るかなと思ったら山口で来るじゃん、はい、で26日登録みたいなこと言ってるし、はい、で中川が今月中って言ってる、うん、だからまだそこら辺は万全で間に合ってるっていうは言えないんだよね、はい、で阪神もそうじゃない、うん、スワレスがちょっとリフレッシュ休暇とか、はい、まあ、そういうので岩崎を後ろに回すとか、うん、まあ、じゃあ7回誰に投げるのみたいな、はい、ちょっと手薄になってる、うん、でもヤクルトはいいんだよ、うん、万全でいけるというさ、そういう強みが。じゃあ後半戦いいスタートダッシュが切れそうですよね、ヤクルト。スタートはそうだな、まあ、切れるかどうかっていうのは分かんないけど、はい、分かんないけど、でもチームは一丸となって戦えるという、うん、ちょっとこう丸がちょっと欠けてるのが、少し欠けてるのが阪神、はい、3つぐらい欠けてるのが巨人、はい、ぐらいかな、の差だっていうことですね。その3ぐらいだよね、うん、だからまあだからといっていいスタートを切れるかどうかは分からないけど、はい、分からないけど、でもヤクルトは怖い存在だよね。そうですね。でもみんな帰ってんな、外国人が買いますね。やめるなメヒアやめる、ロメロはやめる、3文字危ないからね。あとだということは今3文字の他の選手気をつけた方がいいってことですか。押すなそんなことはないそんなことはないけど、やっぱりねこのコロナの中で、うん、やっぱ家族っていうのがあるんだろうね、うん、特に外国人。いやそしてさ外出できないじゃない。はい。で外出してたね、コロナになった、うん、ね、もう謹慎でしょ。はい。もうそういうことも外国人って最近真面目だからさ、うん、やっぱ引きこもりになってると思うよ。どうせ友達がいないわさ、家族には会えないわ、うん、それはもう大変な中野球やってるよね。そうですよね、うん、だからそれはしょうがないかなと思う反面、うん、ね、いやお金がもうあるんだろうなと思って、まあ、裕福なんだろうなと思って働かなくてもいいぐらいあるんですよ。あるんだよな、はい、うん、そうです。働かなきゃいけなかったらもうあれですもん。余計にさ、父の日のメッセージで、まあ、西武ドームでやったんだけど、はい、コメントがあったじゃない、家族から、はい、あれは粋な計らいだったなというふうに思うんだけどさ、はい、余計に会いたくなっちゃったかなと思って。多分アイミスになっちゃったんでしょうね。だから、まあ、こういう期間が空いちゃうとさ、はい、この期間何すればいいんだっていうことになるよね。まあそうですよね、うん、だからぽっかり穴開いちゃうと。まあぽっかりね、うん、まあでも13日からはいね、後半戦がスタートししましたね、ね、はい、まあ、こっからだから勝負は本当の。そうですね、うん、この本当に1ヶ月、約1ヶ月をどういうふうに過ごしてきて、うん、逆に前半良かったチームがいけるのか、うん、それともブレーキになってしまうのか、それとも、まあ、それは怖いところだけど、うん、まあ、俺の予想ではそんなには変わらない。あ、変わらないですか、うん、でも変わりを見せるのは DeNA。 DeNA、
がやっぱこう浮上してくるかなっていう。あ、じゃあそこも、うん、ま、台風の目ではないですけど、あ、だから DeNA と戦う時には A クラスにいる3チームっていうのは気をつけなきゃいけないし、そうです、ね、まあ、他のチームも気をつけなきゃいけないんだけどね、はい、だって広島は森下と大瀬良がいるし、そうですね、ですよ、栗っていうのも投げれるし、はい、で中日は投手陣はもともといいし、はい、ね、うん、で打たないだけで、はい、これが打ったらどうなるかっていうのは分からないですよ、はい、だから気は抜けないんだけど体勢はそんなには変わらないかなっていう感じです、うん、どこが優勝すると私ですか、巨人、うん、つまんない答えだな、ちょっと待って、じゃあ豊さんはどこが優勝すると思います、いや俺が巨人って思うんだったらお前阪神って言っとけよ、ちょっと待って、それがコンビだろお前、もう一回聞くぞ、はい、どっちが優勝すると、私は阪神だと思いますね、お前優柔不断だな